はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第133回闘技場4日目となります。昨日も成績が9勝0敗ですね、ポイントも全部取ってますので、まだね狙っていきたいかなと思っております。天台のアンルシアにさ、モナンハンターのさ多段の方ぶつけてもいっちゃいいよね。スコカバー入られる前に行くってパターンもありません。でもアンルシアが落としきれるかどうかちょっと不安だね。ここカバー入られてるパターンがあるんであれだけど、ここ1とで3足りない。ビアンカもやらないかな。ここは受けてになりますかね。で、うわーここ行きたいな、素早さで。アンダッシャーが落とせるかどうかだね。ちょっと考えよう。だってさ、この子がさ、ツイントルネードが2発でしたっけ？ 2 回だよな。三河足入ったらあれだけど。で、バギー通んのかな？しかも。通らんか。バギーは半減か。そこの金余るな。あと、マリベルじゃない方がいいか。ヒャド。多段ヒャド。多段ヒャドっている誰か。あれだ、あれだ、あれだ、うちにも早い子いるじゃないか。ちょっと待って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 。いるいる。これ。どう？ちょっと待って待って。早いパーティー、早いパーティー。早いのは、ここですね。ここを呼んで、ここで、こうですね。にして、速さどう？ 595。これ多分速くなる。これでいいんじゃないか？これで、いいんじゃないか？ロート落とせないか。あ、ロート落とせないかもしれないね、これ。シャドウは逆に通らんから、ねえ。で、バーギーにかける？行こう。靴耐えてくれ。ロートがちょっと微妙かな。はい、対戦よろしくお願いします。ワンコ、ワンコ。アンルシアの一発。ロートの一発。はい、じゃあよろしくお願いします。見ていこうね。1、2、3、4取れている。ヒャドはここだな。ここでヒャドだな。ここでヒャド。で、真理はここだな。で、サンタリーナが、その一個前出れんのこれ。うわ、出らんねえじゃん。ここか。ここ出て、モナンこっちから行くか。で、ここから、射程4だっけ？多段なんだよな。射程。シム焼けパンチだっけ、なんだっけ、エイヤホイだ、エイヤホイ。射程3だよな。あ、射程3、まっすぐ、こっから行けんじゃん。ここで。あ、いけるわ。これでいいや。これで落とせる。これ、ウォーター入れる。複数出てる状態で、サラサラ行く。で、あと、ロトがいけるかどうかだな。これは。そんな感じ。行きます。素早さ見とこうか。500いくつで、59、あれ ?530、あれいくつだっけ最初。あ、これしかも出てない。腹痛、あれが出てない。缶を蹴っ、あ、大丈夫だよね。あ、大丈夫だよね。これエイヤホイ入れる。あと一発って感じだね。そうだね。いい感じ、いい感じ。で、ロッツさん落とせるかどうか。400ぐらい。400ぐらい出るぞ。400ぐらい。400ぐらい出るけど、どうだ？ちょっと待って。待て。イオは受けれんだよな。イオ。バギーはちょっと危ないけど。うわ、こっち。あー、ちょっと待って。こっち狙われんじゃない？今、どこいたっけ？ここにいたんだっけ？
あ、こっち狙われんな、これ。バギー。ワンパンだ。しかもテンション乗っちゃってる。写真。うわー火力よ。まあ気を取り直してちょっと行きましょうか。2戦目ですね。ああ、それからあれですね。昨日、ドラクエ8の次、追憶がされるってことで、ヤンガス、ククール、ゼシカ、来ますね。多分、カイカね。うん、これ全く同じでいいんじゃないか。これで、ヒャド、いいんじゃないか。いや、来ますね。これゼシカがさ、めちゃくちゃいい回が来たらさ、水着ゼシカとさ、ねえ、ゼシカゼシカコンビになっちゃうよ。それ、まあ、一応ね、4凸まで私持ってるから、強くなってほしいのはあるけど、ちょっとね、クックルとかはね、全然使われてないから、クックルとかにちょっと持ててあげたいな、その分ね。これ、1パンチ、3発のサラサラ。サラサラも届かないな、これな。あ、そっち行く必要ないか。そっち行く必要ないな。さらさら入る。ここで一番前まで出てウォーター打てるか、これ。あ、ここで入るか、ここで入るな。ここで入るけど、ここでウォーターでしょ。だけどさ、島焼きパンチは届かなくなっちゃうわ。あー、めちゃくちゃ良くないな。ねえ、あ、こっち入りか。これでいけるか。これここでしょ。で、これここ。あ、だ。あれ、あ、移動1増えんだっけ。あれ、移動1増えんだっけ。なんかそんな気がする。あ、移動1増えるわ。あ、じゃあさっきもさ、できたんじゃない、うまく。あ、移動1増えんだ。そうだ。戦闘開始時、行動開始時か。1増えんだ、確か。うん、2ってことないわ。あ、じゃあここのここでいけるわ。ウォーターいけるって。で、真理はここでしょ。で、こうしておこうか。バギー。ああ、そうか。もう使わないキャラだからちょっとわからんがちょっとね。まあ、それはね、ちょっと。ああ、さっきもな、ここでな。棺桶出てればちょっと違ったかもしれなかったんだよな。1でしょ。だ次の、真珠のオーロラブレスでもう落とせちゃうわけだから。ねえ、あ、やっぱ移動値だ。落とせなければマインドスナイプ。落とせないと思って、ね、言ってないけどね。落とせると思ってたけどね。落とせないんだね。これがいつも危ないんだよ。ダメージ軽減があるから助かってるようなもんで。そうだよ、うち会心出てよくないか。結構食らうくせに。うん、でハッサンもまあまあ開花ね来て高難度なんかで使われてるみたいなんで、ヤンガスもね、ヤンガスの方がもともとの性能はいいからね、いい開花来てくれたら嬉しいけどね。はい、3戦目になります。現状最強って言ったら、誰なんだろうね。それを
メタル開花来たらね、最近それがありがちだからちょっとね期待はしてるんですけど、じゃあどうしましょうか。3戦目、いやーそうか、デスピカバウアリーナ、アリーナな、あーサンタリーナな、先週なフォレストの時来てほしかったね、全然来なかったね。ヒャド、先週ヒャドを受けてたんだけどな、そしたらヒャド全く来ないっていうさ。ここなんかもバギー通るでしょ、しかも。ジュレンテはダメか。ジュレンテダメっすね。ジュレンテ。だけどバギー通るんだな。行きたいとこだね。でもさ、ジュレンテダメだね。ちょっと待って、あれを受けパーティーちょっとやってみる？こうして、もともとね、サムネに入れていたこいつら。これで行きましょうか。ここが一番強そうだ。監督だからね。行こう。3だったのボムがきついか。右で受けれるかもしれないな。でも3はちょっとかぶるな、多分絶対。絶対入っちゃうな。はい、ですね、よろしくお願いします。左側にあれか、メラ系OKな子にする？だけど、あれですね。バフは剥がれてしまう。こっち側にこう。こんな感じがいいかもしれないね。こんな感じだね。こんな感じだね。1、2、3、4、ああ結構早いな。1、これは来ますね。で 2が届かない。1でヒャド OK な子って、ヒャドドルマか。ああヒャドドルマか。ヒャドドルマ、これ剥がれちゃったらつらいな。剥がれちゃったらつらいね。ゾーマ、ゾーマはゾーマ、これ当たんのかな。あ1当たるんだな、ゾーマな、当たるな。ああ、これちょっと嫌だな。ダメだな。耐えらんないかも。ドルマ。ヒャドドルマ。ああ、ちょっと厳しいか。で、メラ。でもこれ受けるしかないわ。三つの願い。三つ使うって感じ？あ、か、ここか。ここも。いや、こっちゾーマ落ちるわ。ああ、これもあるか。これもゾーマあるわ。だこれで行くしかないね。これで行って。一応ね、パーフェクト狙うつもりで行きたいんで、1、2、3、3が、2がここで打って、3が、こっちだろうな。ここだろうね。ここで、落ちるか。いいよ、OK なんだよね。だから、こうするか。こうしようか。これでいいな。これでいいね。これでいきます。しかもこんなの、あれ、逆が良かったかな。でんでんと。あ、で、逆したらダメか。これ OK、OK、ナイス。やっぱそれね。OK、OK、OK、OK。OK、OK、OK。ふぅ！やめろ！わら。待って。あ、焼け尽くせ、全然さ、警戒してないんだけど、焼けつく持ってんな。 OK、 焼けないっす。そうだよ、そこをケアしなきゃいけないのに。焼けつくの混乱で大丈夫だな。これ落とせないかな。これどうしよっか。リーゼント次来ちゃうな。さすがにきついか。あ、扇、あ、いや、ダメか。甘い木と混乱で投げ、あーきついね。ゾーン、あーきついね。どうしようかな、これ。これで打ってやって。で、落とせるってことないよね、二人ね。か、これ。で、バギどうだっけ、バギ。でもさ、これ入らないんだよな。1、2、3。届かないもんな。1、2、3。でんでんがあっちに回るってことできないから。じゃあ、ラリホを取るしかないな。甘い気を。焼けつくも取れないんだな。これきついな。これでいくか。これでいって、ここか。ここ。いや、入らんか。入らんな。
これですね。甘い、ここを取るしかない。うわ、取ってくんないか。世の中厳しいね。あ、これでいいか、これでよ。で、あれを混乱ゾーマ、イオは受けれるからそっちだな、可能性あんの。危ないです。ここ混乱、これしかない。うん、イオは受けれるから混乱、混乱、混乱。さっき40パー取れてないんだ、これ。あ、おっしゃい、願えば通ずる。あれで 5% ね、確率上がるから。危ない。よし、でだよ、どうすんのこれ。今何ターン目、2ターン目な。でテンション貯めます。でも扇だよ、危ねえな。あれ撃てばよかったか、マジで。こっからこれだ。あ、扇だよ、ちょっと危ないな。やっぱゾーマからだよな、これ撃つ。オーケー。いや、もう起こしちゃっていいよ。はい、というわけで4日目終わりました。12勝0敗ですね。ポイントは失ってしまいましたというところです。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。